ルビーチョコレートルビーチョコレートはルビーカカオを原料とするピンク色のチョコレートである。スイスに本拠を置きチョコレートの製造・販売を行うバリーカレボーによって10年以上の年月をかけて開発され2017年9月に発表された。日本では2018年1月に消費者向けの製品が発売されている。原料となるルビーカカオは特定の種類や 原産国のカカオではなく、特有の色と味わいの元となる天然の鮮魚体を含有するカカオであり、バリーカレボー独自のノウハウで選別される。ルビーカカオから製造される、ルビーチョコレートは、色はピンク色、またはルビー色と形容され、味にはベリーのような酸味があることが特徴である一方、従来の他の種類のチョコレートが持つカカオの風味は、ほとんどない。ブラックチョコレート、 ミルクチョコレート、ホワイトチョコレートに次ぐ4種類目のチョコレートであることから第4のチョコレートとも呼ばれる。バリーカレボーの日本法人であるバリーカレボージャパン株式会社が2019年2月にインターネットを通じて行った調査によればルビーチョコレートを知っていると回答したのは42%で食べたことがあると回答したのは5%であった。ありがとうございます。